フェンダーライナーとりあえず外していきます。フェンダーライナーなんですが、ピンピンこれですね、うん、これなんかプラチックの見たわかるけど何、ね、あ、カバーか、はい、また特殊なんかなと思った、まあ、ちょっとね、アップで写してみます。こんな感じなんですけど、まあ要はこんな感じですね。普通に、うん、これで撮れるってこと？え、何、うん、もう手で回そう思ったら、まあ、全然回せるけど、はい、あの1個が限界です。私すいません。ここに手痛めます。ここにピン、うん、下にもピン、ここにあれですね、プラスのネジ、うん、ドライバーでやってもらって、はい、なんかこれをもう外していきます。なんかパッと見 NC みたいなんかなと思ったけど違いそう、よかった、取りやすそうですね。そうですね、ちょっと見落としてた部分があるんですけど、ここに3箇所、3箇所ですね、プラス下と一緒です。いきます。これは関係ないんですけどですね、フェンダーライナーに引っ付いてくるやつってことですよね。そうです、うん、はい、じゃあ外していきます。あれ、もうネジ取れたんで、はい、フェンダーライナー外していきます。はい、硬いですか？割といや、硬いっていうかちょっとここ待って、こんなんやっとったけど、このね、出っ張ってるからですよ、これがね。あ、あの最初のカバーついてたとこの、出てるネジが、ネジ部分が出っ張ってる、うん、それをかわしてもらったら、あとはこのね、フェンダーとかの縁に入ってるんで、そう、入ってますから。 あ、いや、終わってないですよ。何を、え、社長が終わったん？内張り、え、線張り？だね、人に文句ばっかり言ってるから。そう、入り。で、こうね、かわ、うん、かわしてやってください。これすっごい砂、フェンダーライナーすっごい砂が落ちてくるんで、あの、お風呂入る前とかにやってくださいね。これもね、もうまたうち洗って全部きれいにしてから出品します。ヤフー見とってください。あの、ヤフーの QR 作るわ。それ貼るわ。ね、で剥がしたらこんな感じになります。